海軍原子炉訓練コマンド原子力訓練隊、渓流訓練艦とは、アメリカ海軍において、原子炉運転員のための訓練船に転換された原子力潜水艦。海軍原子力訓練コマンド霊下の原子力学校原子力訓練隊のために、チャールストン海軍基地に軽流されている。 渓流訓練艦は退役した原子力潜水艦で原子力潜水艦とその原子炉の運用と保守にあたる人員を訓練するために用途転換されたものである。初の渓流訓練艦は旧ジェームズ・マリソン球弾道ミサイル原子力潜水艦サムレーバーンで1989年に転換されるにあたって船体番号を SSBN-635 から MTS-635 に再指定された。さらに1年後には、ラファエット級弾道ミサイル原子力潜水艦、ダニエル・ウェブスターが転換、再指定された。これら2隻の潜水艦は、チャールストン海軍交渉にて、回収工事及び経流のために、推進塾が生む、推進力を吸収させる装置を組み込まれたほか、弾道ミサイル区画を撤去し、 代わって訓練生のための区画や新たな緊急安全装置を含む新たな区画を追加された。サムレーバーン及びダニエル・ウェブスターに搭載された S5、ワット原子炉はすでに旧式であるだけでなく、炉心名数がつきつつあることから、海軍は退役が進みつつあるロサンゼルス急原子力潜水艦からラホーヤ及びサンフランシスコを軽流訓練艦に追加する計画を立てた。 これら2隻のうち、ラホーヤは2014年10月16日に退役した、後、ノースカロライナ州のノーフォーク海軍交渉で艦隊を3分割する改装作業を行い、2017年8月にチャールストン海軍基地で軽流訓練艦となった。サンフランシスコも2016年11月4日の退役後、やはりノーフォーク海軍交渉に手に加ねをかけて、 改造工事を受けた後チャールストンへ移管され、2040年まで渓流訓練官として、厳選乗員の訓練にあたる。ありがとうございます。